はい、どうも、こみです。さて、本日は、つむぎ組さんからですね、お届けしていきたいというふうに思います。本日なんですけども、タウンホール12のですね、アタックをちょっと見ていきたいというふうに思っているんですが、ちょっとまあ本題に入る前に、私のチャンネルなんですけども、ですね、基本的にはクラン対戦の動画中心に扱っています。皆さんやっぱクランにいてですね、星さんが取れるかどうか、対戦で結果が出るかどうかってすごく、重要な、ポイントになっているんじゃないかなというふうに思っている中で、まあそういったところに悩みを持っている方の、参考になる動画をお届けできたらなというふうに思ってやっておりますので、ぜひね、最後までご覧いただきましていいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。というところでですね、本日は、これですね、ディガホグ、これですねっていうか、まだ出てないんだけど、ディガホグ、これをね、見ていきたいというふうに思っています。で、タウンホール12のディガホグっていうのは、まあ、クイヒディガホグですよね。なんで、まあ、当然クイヒパートから入っていく、攻め方になっていくんですけども、アーチャークイーンにヒーラーをつけてですね、難しいところがちょっとやっぱあるんですね。相手のスーパーガンオイルが結構ですね、クイヒキラーで、まあ、そいつをどう処理していくかっていうのが、まあ、一個重要な、ポイントにはなってくるんですけども、こういうですね、特にこの四角い系の配置、タウンホール12で見かけたら、結構ですね、クイヒディガホグっていう選択肢ありなんじゃないかなと個人的には思っています。で、なんでかっていうと、火力が分散するからなんですね。今これクイヒをここからスタートしていったじゃないですか。スタートしていって、で、そのままですね、インフェルノに対してアーチャークイーンを当てていく。これ大事ですね。インフェルノ残しちゃうと、インフェルノからヒーラーが横打ちされて、要するに壁の中にあるインフェルノって、アーチャークイーンが壁の外から抜けないんですよね。で、延々とこの壁の中からヒーラーだったり、アーチャークイーン本体をこう狙ってきちゃうので、まあ、そういう風にさせないっていうところですね。のためにしっかりと壁の中に入れて、インフェルノを突破、さらにアーチャークイーン対アーチャークイーン のところっていうのは、これ絶対ですね、フリーズないしはレイジが必要です。これしないと、打ち負けはしないんですけども、大砲プラス相手のアーチャークイーンの攻撃、これダブルで食らうと結構ですね、回復が追いつかずにやられます。で、この四角系の、ね、9個こういう風に枠がある、こういうタイプの配置を詰める場合には、この壁の繋ぎ目ですね、を開けてアーチャークイーンを1個横のこの壁の中に誘導していくっていうパターンがすごく、よく見られるし、効果的ですね。今の、今回の、クワさんも、このタイプのアタックをしていますね。で、ディガホグを出すときなんですけども、これね、ここは難しいんですけども、なるべくですね、この狭いとこから出すべきだと思いますね。アーチャークイーンが今ここにいるじゃないですか。なんで、こちら側っていうんですか、この狭い方、なるべくディガホグが序盤にばらけない方がいいんですね。ばらけちゃうと、そこで遠くなったり、あとは、ヒールだったりの呪文効率が下がっちゃいますので、なるべく序盤、束にしたまま呪文の枠の中にいっぱいこう入れておいて、で、終盤はもうばらけちゃうんですけども、そこから先は、ばらけはするものの相手の防衛施設も、だいぶ削られてるので、まあ、火力がそれなりに落ちているから、まあ、その単体ごとの、集団が、まあ、それなりに生き残ってくれると。いう形が作れます。これ最初にばらけちゃうと、もう最後、例えばこれタウンホールがね、残っている中で、こっちの、ご地面とかから、ディガホグを展開していたとすると、タウンホールに着く頃には結構ディガホグがバラバラになっちゃってるんですよね。で、バラバラになっちゃってるディガホグが、タウンホールの周りの防衛とかね、エリクサータンクとかそういうのをこう、殴ってる間に、みんなギガインフェルノ、ギガテスラか、の攻撃でやられちゃうってことが起こり得るので、そうならないように序盤やっぱりですね、こう なるべく密集、密ですね、密を作って攻めていって最後ばらけてもう一回着地点にこう集まってくるみたいな、こんな感じの動かし方ができるとすごく良くて、今回のクワさんのアタックめちゃくちゃそれが綺麗に決まってましたよね。まあ、なんでこの1本目に、ご覧いただきました。で、もう3本、ディガホグ見てほしいんですけども、ちょっとですね、いくつか注意点があるんで、そこを、詳しくお話をしながら残り3本いってみたいというふうに思います。はい。で、こちらですね。次は、カエデンデンさんが攻めている、このクイヒディガホグ、見ていきたいというふうに思います。ちょっとここからペンを使います。ちょっとさっきね、ペン出し忘れちゃって、今一瞬、画面を戻してね、ペン出し直したんですけども、これですね。結構ね、これが便利なんですよね。いろいろこうかけて。はい。で、今回の、カエデンデンさんも、まずはこの、イーグル砲の深くにしっかりアーチャークイーンこう流し込んでいきますよね。流し込んでいきながら、ここを削ることによって、ディガホグのルートが綺麗に作れるための、まず第一歩が踏み出せるというところですね。相手のバーバリアンキングとアーチャークイーンが合体した。バーバリアンキングですね。
に対しては本来はですね0時だけだ、0時がヒーラーに乗っかってるだけだとちょっと苦しいですね。体力高いんでなかなか落とせないうちに0時の効果時間が終わっちゃうんですと、今回は綺麗になんかギリギリ決まりましたね。本当は、アチャクイも0時の輪の中に入りながらヒーラーも入っているという状態でぶち当たると本当は一番いいですね。でさっきの、クワさんと同じように、まずアーチャークイーンと当たるところでは、きっちりこれですね、フリーズを決めていくと。でね、これ結構重要なんですね。フリーズを、入れていかないと、仮にアーチャークイーンがギリギリ相手のアーチャークイーンを倒しきっても、その後に火力が集中した場合、結局それでクローク使わされたりとか、そういうことになっちゃうので、しっかり体力を削らさせないっていう意味でも、フリーズを使うのはいいですね。で、今回もですね、しっかりアーチャークイーンが向かっている方向から、ディガ方向を出しておきます。これすごく重要ですね。アーチャークイーンが今こっちにこう向かっているので、ここの向かっている面からこうディガホグをこう出していくパターンですね。こうしていくとアーチャークイーンがよりですね、ディガホグの通るルートっていうのをこう狭めてくれながらディガホグが進行していくので、さっき言った話で、呪文の輪の中に より多く入るパターンが作れるんですね。で、今回も、タウンホールのところでこうばらけちゃうんで、ばらけるところでしっかりトームが使えているというところですね。なので、ばらけた後のディガホグたちも、本来はね、火力と体力の、集団でいる時よりも、火力体力が分散しちゃうので、当然防衛に対して不利に働くんですけども、無敵状態になっていれば、それも体力面では全然、ディスアドバンテージを受けないので、なるべくですね、ばらけた後も仕事ができるように、無敵状態でばらけさせるんですね。っていうことを、カエデンデンさん、うまくやってますね。これ、素晴らしいテクニックだと思います。というのと、これ、中から出てきたの、ホグライダーがいたの見えましたかね。投下兵舎を撃っていってたんですけども、中にホグライダーを入れていくことによって、これ、ね、外周を削るんですね。この部分ですよね、こういうところ。この辺のゾーンっていうのが、やっぱりですね、主力のディガホグをこっから出しちゃうと、削りにくいんですよね。こういう風にディガホグたちがこう進行していっちゃうもんだから。ここが残っちゃうじゃないですか。で、この最終的に残っちゃうこの部分っていうのって、本当はっていうか、タウンホール13だとロイヤルチャンピオンがいるから、ロイヤルチャンピオンに削らせるっていう手はあるんですよ。バーバリアンキングを外周にこう歩かせておきながら、ロイヤルチャンピオンを使うっていう、それでもあるんですけども、タウンホール12はそれができないんですよね。にもかかわらず、村の広さっていうのは、13レベルに広いわけですよ。結構、施設数が多いので広がっちゃうんですよね。だからここの、投下兵舎に入っているホグライダーが、今言ったその災害層のところを、こう、舐めるようにね、ずずずっとこう、破壊しながら進行してくれる。しかもレベル最大のホグライダーが使えるんで、そこの仕事ってめちゃ重要で、ディガホグをタウンホール12で使う場合には結構意識して、投下兵舎プラスホグっていうのを、最終盤ですね、終盤に、外周部分こう削るのに使うというのは、ですね、もう鉄板のパターンとして覚えておいてもらってもいいんじゃないかなというふうに、個人的には思ってます。で、ですね、個人的には思ってますよね。だから結構です。多分みんなそうしてると思うんですよね。多分それが鉄板王道パターンなんだというふうに思います。で、次はですね、これですね。無限さんのアタック見ていきたいというふうに思うんですが、今度もですね、クイヒーディガーなんですけども、やっぱりこの投下兵舎の中にはこれ、ホグライダーが入ってるんですね、これ。で、このホグライダーをどういうふうに使うかというところもよくですね、見ていってもらいたいと思います。ホグライダーがどんな仕事をするかって話ですよね。で、今回ですね、アーチャークイーンに防衛軍処理をさせます。結構ですね、最近のディガフのパターンでいくと、今の前のに、リプレイ2個見てもそうだったと思いますけども、援軍をですね、クイヒで処理しないっていうパターンがあるんですよね。で、中に入っているユニットが、最近ドラゴンって少ないんですよ。スーパーガンオイルだったり、あとは、ストライカーだったり、ラバーハウンドだったりが多いんですね。ってなってくると、ラバーハウンドだったら無視しちゃえばいいですよね。別に。全然、ディアホグには怖くもなんともないので無視できますよね。で、スーパーガーゴイル、ストライカーに関しては、ポイズンかけちゃえば、それで処理ができちゃうので、別にあえてアーチャークイーンで倒してから入ってく必要もないっていうことなんですね。なので、結構ですね、援軍を無視しちゃっても、ディガホグパートにあえてぶつけさせちゃうみたいなパターンも結構あるんですが、今回の無限さんは、この防衛援軍をですね、アーチャークイーンで倒しながら進んでいくというパターンを取っていきましたね。
で、まあ、そうすることによって、まあ、より安定度は増しますよね。だから、基本的にクヒディオングする場合って、一般的に言われてるのは、タウンホール、要するにギガテスラ、ギガインフェルノですね。タウンホール12、13、14になってくると。一番やっぱ攻撃力が高いんで、これをクイヒーで潰せるとすごく大きなアドバンテージになるんですよ。で、ギガインフェルノ、ギガテスラを、クイヒーで潰しながら、さらに防衛軍を潰しておいてディガホグスタートっていうパターン。これが決まると結構、アドバンテージが取れている中でディガホグ回せるんでいいよっていう話なんですけども、タウンホールジュウィンド場合っていうのは、あえてディガホグにタウンホールや、あとは、援軍を処理させちゃう、ないしはもう無視させちゃうっていうパターンも結構いいですね。で、今出てきたホグライダー分かりますかね。ここから来たホグライダーがこういう風に動いているの分かりますか。これこういう風にで、ディガーたちが今、ちょっとですね、もう一回見直し見てもらうと分かりやすいと思うんですが、この辺にやっぱね、こう集まっていっちゃうんですよね。広く出したそのディガーがみんなこの同じところら辺にこう集まっちゃうんですよ。同じ要はその無差別、ターゲット、無差別に施設をターゲットするユニットたちを出すと、結構ね、同じところに集まっていきがちな傾向があるっちゃあるんですよね。で、そこに、巨爆があったり、ボムタワーがあったり、ウィズ島があったりすると、全部ボーンっていって一気にやられちゃったりすることもあるんですけども、そうさせないために、まあ、ディガホグっていうね、付け方をするわけなんですが、今回の、無限さんの場合っていうのは、ディガーだしだけなんで、やっぱり一点に集まっていっちゃったところがあったものの、投下兵舎から出てきたこのホグライダー8体ですよね。こいつらが、外周から出てきて、こう、うわっとですね、ディガーたちに合流しながら外周削っていって、最終的には、まあ、全部やらればするものの、残りの掃除をディガーにバトンタッチして、こっちの、掃除エリアまで、ディガーたちを延命させたという仕事をしていましたね。これも本当に、タイミングといいも完璧なタイミングでホグライダーを出してくるからマジでね、このクランの皆さんうまいんですけどそのタイミングっていうのはね、自分で測って、やべえそろそろホグライダー欲しいわって思ったらパッとタップして投下兵舎を壊すとか、まあそんな風にしてですね、フレキシブルに中のホグライダーを出していく、ないしはまあ投下兵舎から自然に出てくるタイミングがベストマッチするんであれば、そのままヒールとかの呪文の方に集中してホグライダーは後からゆっくり出ておいでっていうねパターンにしてもいいと思います。そこら辺っていうのはまあ慣れですね。ディガホグ、クイヒディガホグを使う時の注意点の2つ挙げるとすると、クイヒをなるべく殺さずに目的の仕事をさせられるかどうか、まあ、目的の仕事っていうのはもうディガホグのルート作りですね。ほぼほぼこれに尽きると思うんですけども、ディガホグのルート作りができるかどうかで、ホグライダーとディガーたちに対してちゃんと呪文が使えながら、投下兵舎を、時には手動でこう破裂させることができるかどうか、そのくらいの余裕を持って場の全体の流れを見れるようになってくると結構安定すると思いますんで、まあ、そこら辺を意識しながら最初使ってみてもらえると、練習するときにはですね、いいんじゃないかなというふうに思ってます。で、ですね、これ、ラスト、オプティンさんのアタックですね、見ていきたいというふうに思います。今回はクイヒーディガーですね。で、ちょっとね、さっき少し話そびれちゃったんですけども、タウンホール12の場合、ギガテスラを、ディガー、ホグないしはディガーで潰すことができるっていう話をしました。で、これね、なんでかっていうと、タウンホール14と一番大きな違いっていうのがあって、それは、ポイズン効果がないってことなんですよね。ポイズン効果がやっぱりですね、あると、ディガーたちが、ディガーって潜るから、タウンホールの爆発を回避できることが結構あるんですね。なんで、タウンホールに直ディガーを当てるっていうのは結構、一般的にやられるテクニックではあるんですけども、順位の場合潜っちゃえば、爆発だけね、切り抜ければ別に、まあ、どうってことない。あとはもうね、なんか爆発したのは後ろの方では知らなかった、ははは、ぐらいな感じで済むわけですけど、14みたいにポイズンが来ちゃうと、爆発した後ポイズンの効果が出てきちゃうもんだから、爆発して、いやー危ねえ、間一発だよと思って地面に上がってた瞬間ポイズンで焼かれるみたいなね、パターンに陥ります。そうならないように、なるべくですね、ディガーたちっていうのは、タウンホールに直で当てるのを避けた方が、まあ、無難。さらに、そこに、なんだ、配置、スケルトントラップなんかがあった日には結構きついですね。だから今のオポティンさんみたいに見てほしかったのは、タウンホール食い火で壊しましたよね。ちょっと今ヒーラーがギリ焼かれちゃいましたけども、多分これはね、フリーズをかける以上、ちょっと、ずらしてしまってのことだと思いますが、
まあまあまあ、何が言いたいかっていうと、タウンホールを食い火で壊すことができるかどうかっていうのがタウンホール10のディガホグをする上では結構ポイントになってきたりもするわけなんですが、12の場合それがないっていう点で少し難易度が低いですね。なので、まあ自由度が高いというんでしょうかね。なので、必ずしも、ディガーたちに対して、もうタウンホールを全部壊して防衛軍も全部処理してお膳立てしてから始めるというのがマストではないっていう点が少し、なんだ、12号のディガホグを簡単にしてくれてるポイントというふうに思ってもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。で、これですね。今、ラバーハウンド完全に無視されてますよね。無視無視状態で、グランドウォーデンも無視するし、ディガーたちも無視するし、はい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 、知りませんよっていう感じ。で、見てもらってわかる通りですね。ディガーたちはこっちにこう流れてきましたね。でも、こっちの倒壊者が来たホグライダーが、これ、マルチインフェルノにしっかりアプローチしていって、結果的にはこう、面で押すような感じですね。この面ができてるわけですね。面で押す、面で押し込んでいくパターンが出来上がっているということになってくるので、やっぱりですね、ディガーラッシュといえども、投下兵舎を使って中にホグライダー入れておくっていうパターンは結構、最後のディガーの人伸びっていうのを助けるのにすごくいいですし、まあ、ないしはもうディガホグっていうパターンでですね、ディガーとホグライダーをミックスさせて攻めていくっていうパターンも結構ですね、形としては今言ったその投下兵舎からのホグだけではなく、ちゃんと面で序盤から押していけるっていう意味で、進行は若干遅れちゃうことがあったりもするんですけども、いやそんなこともないかな、ディガーとホグライダーを混ぜた方が逆に進行も早いかもしれないですね。なのでですね、うまくこのディガーとホグライダーっていうのは必ずどっちかだけにならないように両方混ぜておくと、結構ですね、いい感じにお互い相乗効果を発揮し合って仕事をしてくれるので、おすすめですね。なので、その、ディガーホグを使うためのポイントとしては、まずクイヒーパートでしっかりと、ディガーホグのルートを作っておくということが1点。で、クイヒーが、歩いていった方向、例えばまあ今回、ちょっと違いますけども、クイヒーをここから入れていったとして、こう歩かすって言ったとしたら、こっちですね。こっちからマイナーとホグライダー、まあディガーとホグライダーですね。こういう風に出していく。そうすることによって、ディガーとホグライダーが、ここ、こういう風に、なるべく狭い隙間のところを、こう、集団で歩いていってくれるので、呪文をかけたりとか、あとはグランドオーテンの討問をかけた時に、しっかりと、全部のユニットが、その効果範囲に入ってくれるという点で、効率的な形が作れます。その辺を意識しながら使ってみてもらうと結構ですね、ディガホグ、やりやすいんじゃないかなと思います。13、14になるとまた少しですね、タウンホールに対するケアの方法とかが変わってきたりもするので、また若干難易度は上がるんですけども、引き続きですね、まあ、最強戦術の一角として結構幅広く使われる戦術なので、タウンホール12から覚えておいて全然そうはないと思うし、ぜひ始めてみてもらえたらなというふうに思います。参考になれば幸いです。はい、というところでですね、本日はタウンホール12のクイヒーディガホグをご覧いただきました。4本ですね、結構見応えがあったと思いますが、いかがでしたでしょうか。よろしければぜひ、参考なんだなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録してもらったらすごく嬉しく思います。励みになるんでよろしくお願いします。またですね、私のチャンネル、基本的にもタウンホール12から14の、動画を中心に、クラン対戦系のアタックをですね、解説してやっております。ぜひ、幅広いタウンホール材の皆さんにですね、参考になる動画をお届けしたいと思ってますので、今後もご視聴いただけたら嬉しいです。では本日この辺で終わりにしたいというふうに思います。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。